にちは。はい、こんにちは。今日は僕の好きな、レッド・イット・ビーですね。あ、この曲好きやったんか。初めてね、結構覚えた曲はレッド・イット・ビーだったんですね。あ、なんかお前高校生の時さ、文化祭かなんかで弾いたとか言ってなかった？そう、まあ、これはなんか偶然ね、この曲は、本当に弾けてしまいましたね。弾けてしまいましたね。そうなんです。これはね、あ、なぜなら発見だけで弾ける曲なんですね。ああ、うん、C とか G とかね、Am、F、これだけで、ああで、なんかここのとこチャーンチャーチャーチャーなんてありますけどね。ああ、僕も実は発見の上をで、なんかすごいそれっぽく聞こえる感じやね。それっぽく、もうそれっぽく聞こえてしまうんですね。だからね、あれ弾ける、あれ弾けるやんみたいなあれ弾けるやんって感じやったのね、うん、で、僕のまあ友達がたまたまね、この曲の歌を練習してたもんでね、ああ歌ってくれましたよ。文化祭で、はい、結構な感じでね、みんな喜んでくれたりして、当時はね、レッド・イット・ビーが流行ってる最中はね、これやるとね、本当にみんなおおっていう感じでね、まあ今でこそ普通にも BGM でどこでも流れてますけども、ヒットした時はね、まあそうだよ ね、今とちょっとなんか違うよね、感じが ね、まあ、違うね、生で聞いた時の感じとかね。そうだよね。そうなんかレアだったからね、はい、いろいろね。そうです。あれもないしさ、だって、だいたいほら YouTube ないじゃん。 YouTube ないね、だからまずね、聴きたい曲を聴くのが大変だったよね、昔は。なるほど、そうだよね、うん、もうテレビをひねって1週間に1回、ね、そういうポップスの番組があるわけですけどね、それを見るのが唯一楽しみぐらいですね。だってお前らの頃なんかさ、だいたいビデオもなかろうが。ビデオはね、高校の LL英語 LL 教室に行ったらビデオがあって、それがなんと50万円したと。そうだよね。先生がそのビデオのテープを1本何万円からすると言っておられましたね。せやろ、そのビデオも何に使うかといったら、もちろんもう授業ですね。授業以外は使わない。それも白黒ですよ。そうだそうだ。こんななんかでかいね。だってね、ワイが大体初めてビデオを見たのが小学校3年生の頃やんか。ほうほうほう。だからワイが8歳か9歳ぐらいの頃やな。ワイが8歳か9歳の頃ってさ、お前何歳よ、ね、クラス18歳だよそうですね、20歳超えてるじゃん、余裕だ。ビデオで思い出したけど、もう古い話だけどね、大相撲で昔ビデオテープでもう一度っていう場面があって、それをおじいちゃんが喜んでね、もう一回見れるんだぜあ、まあ、そうですね。すごいね、名場面が出てくると、そのビデオテープでもう一度、大相撲なんかだってさ、ね、生中継やからな。生中継やから、ね、ビデオテープとかびっくりするわ、ね、その場でね、ビデオテープ再生してね、で、技がかかったところを映すわけですよ。まあね、昔の人にしてみたらそれはね、大変ですよね。おお、そんなすごい時代になったかということでね。そういえばうちのお父ちゃんがビデオ買ったのはなんかね、あれだよ、プロレスを撮るのに買ってたな。なるほどね、まあ、そんなわけで、まあ、ビデオの話になりましたけどもね、そういうわけで LL 教室しかなかった白黒でしたね、ビデオがね。なんでこの話だったいやいや、今はね、便利に音楽はすぐにね、YouTube で聴けるからいいよね、ということですね。はい、なんであれだよ、お前レッド・イット・ビー今日弾くようになったのさ、なんでか。そう、夢の中で一生懸命これを弾いてたんですね。そう夢の中でね、レッド・イット・ビーを一生懸命弾く夢見たんだって。そう、だからちょっと弾いてみましたよね。なんか知らないおっちゃんとおばちゃんがおったんやろ。そう、知らないおっちゃんとおばちゃんがいてね、喜んでくれてましたけどね、お前さっき一生懸命弾いた。一生懸命弾いたよ一生懸命弾いたんですってよ。はい、まあなんとかね。レッド・イット・ビーはね、ワイが高校生の頃だったかな、妹っていうね、ドラマがあってね、その中で藤谷美也子がね、すごい何回もレッド・イット・ビーをピアノで弾くシーンがあったので、ね、なるほど、そういうのがあったからね、高校生の時ちょっとみんなね、レッド・イット・ビーピアノで弾くの流行った。ああね、C、G、A マイナー、F です。F です。ね、そこの前のビートルズだったね、この前のイエスタデーに続き、といって B や。発見だけですよ。ね、C、G、Am、F、これね、K、
キレキレね。まあ、レッドイットビーもさ、歌詞としてさ、うん、夢の中におかんが出てきたって歌詞だろ、これ。ああ、そういうことか。なるほどね。あ、ちゃう、うん。確かそうだったと思う。うん、まあ、奥歯をどうのこうの、食いしばって。ああ、歯を食いしばってね。うん。そうなの ?Whisper words the wisdom.、そうやな、Whisper。ささやきなさい。言葉。その、Whisper words the wisdom。だから、wisdom ってなんか、あれ親知らずだし。そうなの？なんか知恵とかそういう意味だと思ってた。あ、そう、あ、そうだったかね。奥歯だ。まあいいや。知らねえ。あ、でもダメだよ。また皆さん何か言ってください。はい。はい、結構いい加減なこと言ってますんで。もういつもいい加減なこと言ってるよね。ね。まあいいや、いい加減で、ワイはもうワイらもどうせそんな感じ。はい、はい、ゆるゆるや。まあ、本当ね、これは、あれですね、レッド・イット・ビーという曲は、結構僕にはね、思い出深い曲だったんでね。あ、でも思い出深いとか、それでもお前の学校さ、確か男子校だったよね。男子校ですよ。はい。うん、それで、それで。盛り上がったの？あのね、文化祭ですけども、文化祭でこれ弾いたんですけどもね。あ、弾いたら、ウェーウェーええやん、みたいな感じで。これが男女共学やったらね、まあ柴田くんすごいとかね、 あったんだろうけどね、ないですね。なかなか。あれ、ウェーって言って、あくる日、俺にも教えや。教えしかもドヤキー学校だったからね。教えや、みたいな感じで。教えや。いいね、そういう雰囲気は嫌いじゃないで。ね、はい、まあそういうね、うん、青春時代をこう送った時の、うん、思い出深い曲ですね。青春時代とか戻りたい。青春時代に、うん、あの健康という意味ではね、青春時代に戻ったらね、もう健康では健康頭は絶対戻りたくないね。あ、頭とか思考はね、あ、思考は戻りたくない。青春時代に戻ったらもうね、とにかくなんかわけわからんと動いとったよね。あ、俺バカだったってやつ。そう、いや誰だってもそうでしょ、誰だってバカでしょ。青春時代は、君はバカだった。バカだった。若かったんです。バカだった、確かにバカつくと、うん、そう、そんな感じだね。だからでも 体はまた戻ったら面白いだろうね。ああ、元気だからね。そうよ、弾けちゃうよみたいな感じ。すごいんだからね。すごいんだからね。もう例えば僕は関西、僕たち関西ですけども、うん、大阪と京都をね、2往復ぐらいしてましたね。ピッ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 って、なんか服を買うのに。ちょっと何、あ、ちょっと電車だよね、それ電車だよね。もちろん電車でしょ。あ、電車で2往復やばいね。やばいでしょ、はいはい、そういうことを平気でできるんですね、若い時って。まあびっくりだよ、前に自転車でやりやがったかと思ったら。あ、自転車で一回ね、大阪まで行きましたけどね。あら、そいつは大変。お尻が真っ赤っかになりました、ね。やめとけ。ヒリヒリ。目玉ですんだよ。まあ今できないし、そんな危なくて交通がね。ダメダメですよ。そうですよ。はい。うん、まあいろんな青春ね。まだ弾いたイエスタデーもそうですね。うん、イエスタデー、それレッド・イット・ビーね、うん、で。その辺大体全部もう繋がってますね。うん、そういうような、素晴らしい。僕にとってはね、素晴らしい。でもいいよね、ビートルズでかとか、そういうふうなね、うん、今でいう名曲っていうのをさ、うん、普通に聴けて、リアルタイムで聴けてた青春時代っていいね。そうね、友達がよく、うん、あ、ビートルズの新しいのが出た、うん、LP 買ったとか言ってね、うんうん、教室に持ってきてね、うん、自慢してたよ。うん、熱、うん、いね。はい、LP ってこんなでっかいですよ。でかいでかい。ね、でビニール版で、ビニール版って、まあ、学校に持ってて怒られんかったの？うん、学校に持ってて、そんなもん怒られんかったの？あ、それ怒らない。あ、いいんだ。うん、よかった。レコードは持ってきても全然怒らないね。へえ。ギターも全然、まあ高校の時だよ。うん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 。中学の時はギター持ってったら怒られた。あ、それ怒られるわな。でも今の時代はそんなことないと思うけども、昔はね、うんうんうん、ギターはなんかなぜか持っていくとね、あんまり良くなかった、うん。変な規則があった。まあ音が出るからね。うん。ドラムもなんか、ドラムを叩くとなんか、神経分裂症になるとか言う。それで、うわ、偉いわ、
何もあったわ、その噂あったあった、うん、そんなことない、あるわけないよ、そんなこと。右と左と手と足が別々に言ってた、そんなことあるわけない言ってた、言ってた。僕でもエレキを弾く子は不良とかね、うん、ドラムは言ってたな、そういえば。でもその頃のだから教則本ですごいよね、うん、あのドラムの教則本もこう開いた、ポッとね、本屋で、そしたらね、あのスティック持ってるお兄さんがサングラスかけてるの、うん、あまあまあ雰囲気出てよろしいか。サングラスかけた兄さんがスティックをこう振ったり、こういう感じでやりましょう、うん、あまあ、やっぱりだからそういうイメージだったんだろうね、当時はね。そうだな、うんうん、ね、サングラスかけてドラム叩いてる人なんか見たことねえ。ないよね。でもまあドラマーイコールなんかちょっとそういうね、ね、アッパーカットパッチとかなんかあったじゃん、なんかそういうね。石原裕次郎かな。うん、そうそう。うん、石原裕次郎、まあ、ああいう、そうそう、ゴロツキが叩くもん。ゴロツキ。ゴロツキで、ね、うん、そうやな、うん。そういうイメージがあったのかもしれないな。うん、まあね、ワイヤーが高校生の頃にさ、中学生か、うん、ポニーテールは振り向かないというね、うん、うんうん、あれがありましたね、ドラマがあったんでございますけどね。ほう、うん、主人公ちょっとあの、伊藤和恵ちゃんだって可愛かったんだけどさ、うん、喧嘩する時にスティックで喧嘩してた。スティックで強いね、まあ、すごいね、ヨヨやなくて、うん、ヨヨは違う、あれチョキパンデか、うん、違うもんと混ざっとる、うん、スティックで喧嘩してたよ、スティックで、うん、ちなみにお父ちゃんの役はね、フランキー坂井だった。ああ、フランキー坂井名ドラマなんだよ、知ってる、うん、知ってる知ってる、ね、ドラマの中で叩いてましたね、うんうん、で音楽は4ビートだって言ってね、なるほど、言っててお父ちゃんね、うんうん、8ビートが叩きたい和江ちゃんと16か、なるほどね、音楽は4ビート、あー分かるわ、フランキー坂井は4ビートだね、はいはい、そんなこと言ってらしたちゅうわけで今日は、うん、まあ昔の青春の曲、うん、マジでダラダラだった今日は、ダラダラトークじゃん、何の役にも立たん、うん、はい、そういう感じですよ、はい、というわけでね、はい、今日は締めましょうね、うん、はい、というわけで今日は